大山真嗣に憧れ最強を目指す若者たちの活気が合宿に満ち溢れる。一本一本の月には渾身の気合が込められ雄たけびが山を包む。大山が指揮を取る合宿の稽古はまさに苦行ともいえる厳しさの連続だ。それでも合宿に集う精鋭たちは大山の叱咤に耐え黙々と極真の道をひた走る。踏んでから蹴る。はい、違うよ、足が違うよ。稽古していないんだな。足が交差しなくちゃいけないじゃないのよ。さあ、バカもん。はい。何やってるんだよ、バカ。こう、こういうふうに振るんだよ、こういうふうに。また？顎を行くんだから。また？顎を行かないにしても、ここを行くんだから。こう。これが人材ぞ。マスター。これは人材よ、君。それさ、もっと飛ばなくちゃだよ。もっと飛ぶの、家に。ああ。よし、それ。はい。よし。これはゆっくり大きく。相手は神様じゃないんだもの。そんな苦しい時は相手も苦しいよ。問題はガスの精神だ。そこが短兵の精神が必要だよ。少々ね、骨が折れても偉大顔しない。ちょっと偉大かなと言ってすぐ偉大顔すると敵はそれを見るから。もうやりだした以上はね、必ずね食いついて離れないから。もう勝負の鬼になることが一番大事だからね。はい、そうそう、高く後ろへそう回って、もう一回蹴る、回し蹴りをする。だから非常にちょっと難しいかもわかんないけどもね、こういう回しで。しかし究極はね、スタミナが問題を言うんだよ。分かった？よし。スタミナのね、もうあの戦いだから、一番延長に行った時に、3回延長行った時にはもうスタミナだよ。よし。もうこれぐらいで封をするな。えやえや、3、これじゃないとね、こう言ったらね、これは君相手倒れないよ。相手のね肋骨をぶち破ってね、相手の心臓の方へね拳を突き出すというような気持ちで、下へこう、そしてこう、この時に腰をひねらなくちゃ。体重を全部乗っけるんだよ、80キロの体重を。イエー、一番大事なのはね、練習は厳しくやるのよ。わかったね。それで試合の時には平常心で試合をやる。真剣勝負。一切の妥協が許されない極真空手は、その壮絶さゆえに多くのロマンと限りない魅力に包まれている。倒すか倒されるか、実に単純な構図の中で男たちのギリギリの戦いが繰り広げられる。ゆえに極真空手は史上最強と言われているのである。極真会館本部が主催する新春初の行事が冬季合宿である。極寒の三峯神社は、若き日に大山真嗣が自ら山ごもりを行った極真伝統の地である。ここでの合宿も早30回を数えた。しかし大山は毎年常に先頭に立ち、数百名に及ぶ道場生に最新の指導を行っている。
手はあらゆる格闘技の中にあって最も原始的かつ根源的闘争手段でありながら極めて合理的な技術として洗練されてきた。大山増達が提唱する武道空手はあえて格闘技としての空手の原点を見据え最強の境地を切り開こうとするものである。故にその修行は孤独との戦いといえる。小難しい理屈や哲学を拒絶しひたすら自らの精神と肉体をいじめ抜く。千日を初心とし万日をもって極めるために己を殺し己を生かす道が極真空手の修行なのだ。大山は弱い60を超えた今も日々研鑽を怠らない。毎年1月11日本部道場にて年始めの鏡開きが行われる。まだ夜も明けやらぬ早朝、静寂に包まれた道場は大山増達の号令と道場生たちの気合によって道場君、一つ我々は一つ我々は新進を連まし新進を連まし各個法圧を新業極めろと各個法圧を新業極めろと一つ我々は一つ我々は武道神髄を極め武道神髄を極め木に橋管理民なること木に橋管理民なること一つ我々は一つ我々は真実合憲をもって真実合憲をもって自己の精神を寛容すること自己の精神を寛容すること一つ我々は一つ我々は礼節を重んじ礼節を重んじ頂上を敬し祖母の振る舞いを積むこと頂上を敬し祖母の振る舞いを積むこと一つ我々は一つ我々は神仏を尊び神仏を尊び健常の美徳を忘れだろうと健常の美徳を忘れだろうと一つ我々は一つ我々は知性と体力と向上させ知性と体力と向上させことに臨んで謝らざることことに臨んで謝らざること一つ我々は一つ我々は生涯の修行を体の道に通じ生涯の修行を体の道に通じ極真の道を全うすること極真の道を全うすることはい、緑。君どうしたんだ、こう。なんでもないのか。はい、よろしい。はい。お、小笠原。おし。はい。それから、おし。マスター。はい。こっちです。お前、行けるなよ。はい、黒沢。おし。はい。はい、はい、はい。おし。はい。お、いりき、いりき。昨年お世話になりました。お父さんから丁寧なる年賀状どうもありがとう。おやじにそう言って終わった。じゃあ着替えてください。
私は常日頃いつでもね若い者に言うことは、権利にこびるな、暴力に屈するな、金の奴隷になるな、それが男の中の男である。私たちは男にならなくちゃいけない。特に私たちは武道家である。それがために、武道家であるだけに、武道というのは己に厳しく人に優しくするのが武道である。ここまで来るのにはいろいろね紆余曲折ありました。いろいろ極真空手は、あれは空手じゃない、あれはまるきり喧嘩だ、喧嘩空手だ、邪道空手だ、はみ出した空手だ、力の空手である、ぶち壊しの空手である、あんなものは空手じゃないと指南皇后とありましたがね、現在私のやることをそのまんま、他の今まで指南した連中がそのままね、それを今やっています。私は常にね、風車よりもね新車、貧しい人、金持ちよりはにしてもね貧しい人の味方、弱い強い人間よりはね弱い人間の味方、多数よりは少数の味方になるのがね、私のね、これはね私の死ぬまでの信念です。日本人のね古武道である空手がどんなものかを君に見せてあげるんだが、万一これが私が完成したら、お前はな、お前は私の子分になれよと、それを水薬に、その代わり私の子分になったりと、私の命令は絶対に聞かなくちゃダメだよと。そうだったら水薬はそれを言ったら、オッケーオッケー、オッケーは私もわかるから、オッケーオッケーと言うんですね。よろしい、それじゃね、コカ・コーラ瓶をね12を並べと、だから両側に並べておいたわけです。こちらに6本、こちらに6本、それで息を整えて、とにかく息を整えてから、うわーっと気合いかけると、当時にパッ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 と切ったらね、12音のうちに9本が切れちゃった。3本が吹っ飛んでしまったわけよね。そうするとね、そこのねアメリカのプロレスラーがね、全部4、5人がおったプロレスがね、オーマイガーッド、ガーッド、彼らが救ってくれたんですよ。それがね、ゴッドハンドの、あのゴッドハンドの始まりです。もう少しこういうにしたらどうす、こういうにしないで、こういうに目の高さになるように強くなるぞ。分かった、ここに力入れて、もう体で一番大事なのはね、目だよ。試合の時にね、相手が怖いからって言って顔を伏したらね、殺されちゃうと。絶対相手の目を見て、相手の動きを見て、ね、自分も動く。相手は、自分が怖い時は相手も怖い。相手は神様じゃない。自分が怖いなと思ったら相手も怖いよ。だからね、目をそらすっていうことはもうすでに負けだから。だからね、蹴るところをまっすぐ見るようにしてください。目を大きく開いて。よし、よし、やりたい。はい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 、ここにつかなくちゃいけない、自分の胸に、こちらも自分の胸につくのが本当だから、わかった、一撃で倒すというような気持ちで、わかった、だから力の強弱、力の入れ方、それが一番大事。はい、蹴りたい、はい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 、小指と薬指に力を入れる。わかった。それです。小指の薬指は相手を引っ掛けて引っ張ってくる。はい。えいっ。はい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 。
伝承。その拳はレンガを割り石を切った。世界中からゴッドハンドと称賛された大山の最強伝説は昭和の空手史を全て塗り替えたのである。こうして大山の息吹が息づく極真空手は史上最強の空手格闘技として世界中を席巻している。極真空手の精神を寛容するために毎年春、静岡県湯河原にて支部長総年部の強化合宿が行われる。これには国内のみならず海外からも多くの指導員クラスが参加する。大山はこの合宿においてはあくまでも武道に徹した技術の指導を心がけている。こういうふうに持っていってすぐこういったらいいわけです。よし、これをね、握ってこういうふうに持っていく。そして上にパチッと持っていったらいいわけです。こうこう、ただこれを少しやってこう入らないでパッとこういうふうにやって、そして入りながら逆を持ってここに必ず首当てながらひして蹴っていく。はい、三、四、八、気晴らし、もうダウン、よし、look here, look here, no 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 no, look here, よし、over there, 45 degrees, いや、はい、yes.最強への道のりは決してなだらかではない。極真空手はあくまでも強さを求めるがゆえに、道場生は多くの試練に臨まねばならない。商談審査はそれらの中で特に厳しい苦行である。一番大事なのは息のね、吐く時と立つところ、これをよく見ますから。
まだ実際に私たちが試し合いをやるときもね、息のそのね、呼吸法によってね、物が割れたり割れなかったりすることがあるんだから、人が倒れるときもそうです。これ一番大事なことよ。相手の呼吸をこう足して喧嘩するときに、そうよ、こう足してそうとするときに、そのタイミングが難しいんだよ。そのとき叩いたらね、脇腹叩いたら必ず息できないんだから。これが気渡しです。こういうだってね、下腹に力が入ってないからこれ崩れちゃうから。わかった？おっす。自力本願の傾向によってね、石を割る、石を割るんじゃろう、石をこういうふうに握って折っちゃうんだから、これぐらい握力がなるよ。この練習で、この逆立ちで、この逆立ちでだよ。別に機械いらない、石をこう持って割るんですね。石をこう持ってうんってやったら折れちゃうんだから、折れちゃうんだよ。石をね、手で割るんじゃなく石を持ってね、そのまま折っちゃうのよ。それぐらい握力が強くなるよ。握力の強い人間がね、速さだけあればね、叩いたら必ず相手死ぬんだから。こういうことを念頭に置いてね、精進してもらいたい。地上最強の、昨日も申し上げたように、地上最強のね、格闘技があるとするならばね、それはね、何でもない。空手だよ。その空手の中でも最強に強いのはね、極真だよ。だから極真できるよ、君たち。君たちできるよ。選手権大会いくらでも叩いてもね、倒れないのは君たちのね、握り方、あでから。三、四、地力本願の稽古を一生懸命やってください。ボディビルの戦隊ってね、あんなことやったってね、強くなりやしないよ。これはね、もう私の長年の経験だ。半世紀の経験の上において言うことだよ。四、五、六、やっぱりね、力があってね、技がなくちゃダメですよ。そして速さがなくちゃいけない。そういう意味合いで、非常にそういうものを今見てますから、本当にこれはね、力あるのかないか、これは本当に速いか速くないか、これはうまいかうまくないか、そして正しい空手の理念に基づいて本当の技量をね、収めているかどうか。これがね、華麗なる組手だ。相手の突き蹴りはね、全部な、受け流す流水である。すなわち自分のね、突き蹴りはね、間違いなく相手の標的に当たる。華麗なる組手をやらなくちゃダメよ。地獄の昇段連続組手、次々に向かってくる相手に対し妥協のない攻撃を続けなければならない。自分自身を地獄の淵に追いやり、彼らはそこで何かを掴もうともがきにもがくのである。ちょっと待って、ボス大丈夫か？ボス大丈夫です。私見える？ボスちゃんと見える？ボス早く大事なマジキリあれ、ちょっと動かない、ちょっと動かない、空手が一番強いんだよ。それはね、何も持たないし、何もつけないから空手が強いのよ。
片手で逆立ちができるぐらいになればね、それぐらいのね、腕力の腕の力のある人だったらね、牛殺すよ。牛を一発で叩いてしまおうと。そして牛がね、もう倒れるようなね、ちょっとそういう手しか出てきてもらいたいよ。遥か40年前、孤高の空手家大山増達は房総の突端に位置する千葉館山にて一人修行に励み猛牛と戦った。今日隆盛を誇る極真会館の聖地がまさしくこの館山だと言っても過言ではないだろう。本部夏季合宿はこの極真空手発祥の地館山を舞台に毎年行われる。若き日の大山増達が血と汗を流しながら修行したこの地で、道場生一人一人が精魂込めた気合を海に向かって吐き出す。ここに力が入っちゃダメだって言ったら、ここだって言ったら、ここと、これは難しいんだよ。Let's go.
生を前に空手の極意を語る大山増達は釈迦のようなぬくもりと温かさで会場を包む。しかし勝負論、最強論を語る時の大山は仁王のごとき厳しさを垣間見せる。大山増達は神様じゃない人間です。皆さんと同じものを食べてるんだ。どこがそのね、違うかといったらね、ただ私はね、自慢じゃないけど稽古量が違うよ。はいや、はいや、はいや。やっぱり私たちはね、自然に帰って自然を愛しながら自然の稽古をしなくちゃダメです。それで自分が限界に挑戦していくと、機械化に頼るということは良くない。強いて苦しくてもいいと、難行、苦行、修行をね、通じてね、武道空手を習得したいということで極真に来たんだ。極真はどういう武道空手だから、やり方、教え方も厳しいかも、やり方も厳しい。世界に有志する極真会館、1990年春、世界の地区責任者が一堂に会し、さらなる極真空手の発展を期すとともに、改めて技術、型の統一が確認された。はい、そうです。これが本当であるけれども、上手くなっているからこのまま円を描いて下ろしてもいいわけです。If you are good and if you can, こう円を描いても構わないです。Okay, you go in there or you go to the central line. 真ん中へ行く。I want to ask you to get him out. This one? No, but he said Juji or Mawashi. No. レベルでの極真空手の技術統一を図るため、全世界に向けた技術ビデオの制作が行われた。撮影には国内だけでなく海外からも一流選手が参加した。アベア、コムト。E por trás do adversário, por cima da defesa dele, bang, eu coguei.世界の武道家大山増達は、日本古来の武道を世界中に浸透させるため海外指導に情熱を傾ける。9年やらないと空手の門に立つことができないよ。極真空手はもはや人権、国境、信条、偏見を超え、人類の財産となり得たことは、私にとってこの上ない光栄と存じます。海外の急激なレベルアップによって本家日本は今最大の危機を迎えている。特にこのヨーロッパにおける技術力の向上は凄まじい。アンディ・ハグ、マイケル・トンプソンなど海外勢が世界の頂点を極める日も決して遠くないと言われている。大山増達のもとには全国の同情生やファンから数多くの手紙が寄せられる。手紙の中には極真会館を除名されたり離脱した人たちに関するものが少なくない。これらの手紙に対して大山は苦悩に満ちた返事をしたため、前略大山増達様、私は
大山先生とは面識はありませんが、大山先生の本は全て読破した大の極真ファンです。今まで多くのお弟子さんたちが独立してしまいましたが、私は納得できません。本当にがっかりします。彼らは大山先生が築いた実践空手で生活しているからです。昔大山先生の空手は異端視され、仲間外れにされたそうですね。そこにパイオニアとしての苦労があったわけです。一体これはどうなっているのですか。極真は和の精神を尊び、ファミリーであるとおっしゃいますが、疑いたくなってしまいます。私は大山先生がとても気の毒です。そう感じたからあえて筆を取りました。大山先生は日本人として世界の誇りなのです。前略、貴殿のお手紙受け取りました。貴殿と私とは面識はありませんが、私のことを知っているのを縁にお手紙をくださりありがとうございます。私から弟子が去っていったのは全て私の不徳の致すところです。生来私は一武道家であって指導者ではありませんでした。極真空手は今国内に40万人の会員を持ち、世界各地においては1000万人を超す大組織になってしまいました。私は宮本武蔵を目指して生きてきましたが、いつしか組織の頂点に立ってしまいました。組織の運営は本当に難しいものです。今私は70歳近くになり、初めて人間関係の難しさが分かってきました。人生の虚しさや悲しみをしみじみ感じるようになりました。心配してくださってありがとうございます。今私の身近には信頼している弟子がたくさんいます。そして貴殿のような隠れた極真の支持者がたくさんいることも知っています。ご忠告感謝します。愛情深く正しく極真を見てくださったことに感謝いたします。今後とも極真空手を温かく見守ってくださるよう心よりお願い申し上げます。極真会館大山マスターズ。強くなりたいと思ったからであります。おっ、ああもう今日丸ごと丸ごとになって新規巻き直したこれから。おっ、今年もまた若獅子寮の入寮式が行われた。本部若獅子寮は大山増達が唱える極真精神を最も身近に継承する若者を養成している。これに、はい、おう、はい、そして彼らは厳しい師弟関係の下で千日の